え、ひろゆきさんは何歳までサンタさん来てましたか？でも物心ついた時に、なんか誕生日と、そのなんかクリスマスに好きなものを買ってもらえるという制度になっていたので、なので特になんかサンタがいるっていうのを意識したことはないんじゃない？幼稚園とかですかね。まあそのなんかサンタがいないというのをいつ気づくかみたいな話があって、で、まあ生まれつき多分物心ついた時から僕はサンタいないよねって思ってたんですけど、まあ人によっては結構小学校高学年までサンタがいるって思ってる人もいたみたいで、なので、王子に住んでた長谷川博之君って僕の同級生が、小5ぐらいの時に、妹の枕元にこれを置いといてって言われて、初めてサンタはいなかったんだ。そして今俺がサンタなんだって気づくっていうのがあって、要するにもう小5小6ぐらいだから、サンタいないだろうって知ってるだろうと思って、長男の長谷川くんに、妹の枕元に置いといてあげてって言われて、渡された時に、これはサンタの仕事じゃないのかっていうので、すごく驚いたっていう人もいるので、まあ人それぞれなんじゃないかなと思います。